今回はごぼうの甘酢炒めの作り方を紹介します。今の時期は花粉症の症状で辛い方も多いのではないでしょうか。ごぼうに含まれているフラクトオリゴ糖は花粉症に効果的だと言われています。実際に私も花粉症なのですが、ごぼうを食べると症状が緩和したのが実感できました。さらにごぼうは食物繊維も豊富でダイエットや便秘解消にもいいです。程よい酸味と甘さで美味しくいただけますのでお試しください。それでは作っていきましょう。まずは合わせ調味料を用意します。砂糖かっこ黒糖大さじ2、酢大さじ2、醤油大さじ2、酒かっこ紹興酒大さじ2、水 400cc を合わせておきます。ごぼうはよく洗ってから包丁の裏側を使い刃を削ります。アルミホイルやたわしを使っても皮を削りやすいです。表面の薄皮が取れたらよく洗ってからカットしていきます。まずは5センチ幅の長さにカットします。それを4等分にして短冊切りにします。ごぼうは繊維質が多く硬いので包丁の腹を使って叩いていきます。こうすることで味も染みやすく多少ですが柔らかくなります。このくらいに潰していきます。切れたらボウルに移して片栗粉大さじ1をまぶしておきます。材料はごぼう1本 150g に白ごま大さじ1と合わせ調味料です。鍋に大さじ1の油を入れます。炒め物に使う油は米油がおすすめです。しっかりと鍋に油をなじませます。そうしたらごぼうを入れて炒めていきます。手軽に作れるように炒める方法にしましたが、美味しさを選ぶなら揚げるのがベストです。焦げないように中火でじっくりと炒めていきます。ここから3分くらいかけて炒め火を通します。このくらいになるまで炒めます。合わせ調味料をしっかりと混ぜながら鍋の中に入れます。ここから強火でごぼうにタレを吸わせるようにして煮詰めていきます。ごぼうにしっかりとタレが絡むように混ぜながら煮詰めます。タレが半量くらいまで煮詰まってきています。
レが少なくなってきたら鍋をあぶり、ごぼうにタレを絡めます。ほぼ汁がなくなってきたら完成です。皿に盛り付けます。仕上げに白ごまを振りかけます。今回はごぼうの甘酢炒めの作り方を紹介しました。詳しいレシピと花粉症の改善効果はブログに書いていますので、そちらを確認してみてください。ブログのリンクは概要欄にあります。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。